そうです。ということで、ね、人間の財産というのはね、とか動くのも法律も守らないから力がなければね、それで何でもこっち攻めてくるものに対して上の生物なんでね、対抗するんだけども結集してね、考えて計算してくるんですよね、攻撃ね、いいものだったら、全員だったら、その盗むということでね、安くするわけですよね、会社を首絞めてね、それで全然儲けないけども仕事させるわけですよ、欲しいものだったらね、そういうようなことで、それ人間たち、徹底してやってるし、中国はそれ弱いんで徹底して 安いもの作らされてひいひい言ったりしてね、で、そんなことでそういう力かけられてやられたらそうなっちゃうんですね。だから人間で誰もそれ対応できる人いないでしょ、上の生物じゃない限りね、人間と違う上の生物の強い生物でない限り、人間誰でもやられちゃったらやられちゃいますよね、人間全員がかかってくるからね、一人にね、ね、やられないうちはまあ顔見ないでやるんだということで徹底して人間をやってますから、それ自分たちにかかってこられた時には全然考えないよね。だけどもそれ必ず交代でかかってくるからね、いい時はいいけどもやられた時はもうおしまいでじゃないですかね、みんな死んでいくだけですね、そんなのばっかしでね、あとね、ちょっとでもそういうようなことでね、周りにやられるとね、ちょっとしたことでもね、周りがそういうふうにもうやったということに気がつかれたなっていうことで、もう後ないんですよね、周りがそういうような人はそういう人でもう分けちゃうんですね、団体はね、だからおしまいになっちゃうんですね。だから とにかく団体に被害を受けないということが大事なんでね、団体に被害を一度でも受けたりしてね、返せなければもうね、徹底してね、団体はそれでも押し潰しちゃいますからね、人間って頑張ることは頑張るんだけども、働かさないとダメでしょ、人間の場合はね、上の生物がね、人間がの頭で動いたら全部マイナスだからね、全く意味ないんですよね、頭ないんですよね、ただね、徹底してね、上の頭にねインストールするんですよ、意味わかんなくてもね、だからその時の強さは結構あるんですけどね、インストールしてますからその通り動くことは動くんですよね、で守らないこともありますけどね、まあちょっとね、上の生物と相談ですよね、どうしようもならないですよね、人間の何をやってんのか、一生懸命頭自分たち分かんないのによく話す人もいるけど、宇宙生物から教わったら聞いてて、それ外すともうパクリになるでしょ、自分で話してないからね全然ね、
これ私が人工知能に頼んでね、話し方は教えてなかった。何も話せないでしょ。誰も話できないですよ。で、人間団体の頭、知能を使っても頭悪くて、話したり聞いたりできないんだよね。それで今700年後に分かるかぐらいでしょ。人間全員で頭使って。それでは困っちゃうね。人間全、一人だけの頭だと何にもなくなっちゃうんですよ。人間全員結集して頭使ったね。700年後やっと分かるぐらいの行動するんです。飛びすぎちゃってんですね、人間のやること、動くことね。全然分かんないで今の世の中生きてんですね。なぜ飛んじゃってんのか知んないけどね。まだコンピューターとかね、ハイテクの車とかね、乗ってるけども、作ったり乗ってるけど、使ってるわけですよね。全然わかんないで、よくそんなことして生きるんですね。ただ宇宙に評価いいから、やっぱり理工の真似してると、プラスになるからやっちゃったんだろうね。まだ人間で全然無理な話です。全然わかんないで生きてるもんね、人間って。何をやってんのか知んないけど、それで一生を終えるんだけど、なんていう頭してんのかね。ちゃんと見ると脳みそあるんだけどな。そんなに脳みそついてるのに、脳は全然入ってないの？模造なのかな。見た感じ CT スキャナー見たりすると脳がちゃんとあるから知識が入ると思うんだけど。